はい猫舌ショールーム5の部屋本日のゲストはどなたですか鈴木乱乱ですはいやったどうもです <laughs> こんにちはこんばんは <laughs> ずっとんんずっと会いたかったんですよなんかねそうおっしゃってくださってそうなんですよありがとうございますようやく念願が叶いましたそんな、うん、私に会いたい人がいたなんて、うんうん、いますよ <laughs> <laughs> うんすごい言ってますよ僕とにかくあの鈴木乱乱さんのデビューアルバム ボトムレスウィッチがどれぐらい名盤なのかっていうのを、ま、もうずっと言い続けてるしなおかつ歌手活動を再開させてからの曲もいいとありがとうございます<笑><笑>そしてベスト版まで出るなんてみたいなそうなんです私もびっくりですけどそのタイミングでようやくこうやって実現したわけですよ <laughs> <laughs> 一,回一回以前ちょっとねお話しくださった時ちょっとお断りしちゃったことがあったんですね はいすいませんでしたこれちょっとタイミング的になんかやっぱり宣伝するものがないとなんかトークも弾まないかなと思っはい、はい、うんなるほど了解ですでも問題ないです開、はい会えたので <laughs> <laughs> ねでもね本当に今日も来るなり私はトークが苦手だとか言ってて、うん、えこのキャリアでなぜそんな感じの自負なんですかえ <laughs> そうなぜそんな風な思いを抱くに至ったんですかうん,うん。 いや、本当になんかこうう,ん、うーん…な、考えすぎちゃうのかな、うん、だからうん。今ので伝わる感じのね今日 <laughs> 真面目な人だからね多分ちゃんとしようとしちゃうのかなっていうことなのかな、うん、でも最近やっぱりその言葉の難しさっていうのを再認識していて。 まあラジオとか、うんまあ、今回のアルバム発売に向けて、うん、あのプロモーションみたいなことがあるのでおしゃべりする機会が多いじゃないですか。うん、で年齢も年齢で,、うん、でいわゆるなんか会社なんかもやっちゃったりとかしているもんだから。はいはいうん ちょっとしたなんですねなるほどね当然これぐらいはね分かってらっしゃると思うんですけどっていうの。みたいな年齢的にもそうだしそういう時のやっぱ返しが普段からやっぱりちょっと言葉が足りない端しょって喋っちゃうところがあるので活字になった時に全然シーンが伝わらないなって 思うことがあります。言葉って難しい。はいはい。まあでも今日はね、時間たっぷりあるので。はい。もうね。あれか、間違えたなと思ったら、すぐに訂正してしながら。はい。ゆっくりと行けば大丈夫です。はい。はい。じゃあ。もうルーツあたりから、もうたっぷり掘っていきたいんですけど。ルーツ。そうです。僕も練馬育ちなんですよ。あら。練馬生まれ、練馬育ち。まあ。もよ、最寄り駅は、食事公園。まあ。うん。あの、自転車で行ける範囲です。そうなんですよね。うん。 自転車で行ける範囲の中華料理店ということは僕も把握してます。うん、ちょ、ちょっと一部で有名な店らしいというのはちょっと。でもね、多分勘違いされて。るそうなんですか。あれじゃないんですか。多分梁山泊のことをおっしゃってたんですね。梁山泊じゃないんです。そうなんですか。梁山泊は家族で食べに行ってましたけど。うちは睡蓮っていう。大い、街道沿いの店だったんです。梁山泊より全然後です。 そうなんですねでもなぜか、うん、やっぱ青梅街道沿いのうん、うん、あの中華って言ってやっぱ梁山泊が有名なのであれだろうと肉あんかけチャーハンのあの店かみたいなことになっちゃってる、うん、ネット上ではそれが真実みたいな感じになっ,ちゃってるそうですねあと名古屋出身っていうのも、うん、あと堀越卒なんか中退とか、えー、なんでこういううん、こう根も葉もないことが、うん、こう真実のようになっていくのだろうかと。うんうん とても不思議ですなるほどそこの誤解はまず一つ解きって、はい、<laughs> いう感じですねはい、はい、あのー、ね僕の好きなエピソードがあれなんですよあの小学校の時においしんぼにはまってあの <laughs>、ね、牛乳を高温で殺菌するとよくないと知った時にあの小学校で <laughs> <laughs> そうです、あのーうん、牛乳が高温殺菌、うん で、うん、殺菌されてるために栄養価がなんか減っているっていうそういうに書いてあって、うん、で学校で出される牛乳瓶のふたに、うんあの「百何十度で2秒で殺菌」って書いてあったんで、うん、ま子どもの成長を促す場所なのに、うん、なんでこれ栄養価の低い牛乳を出してるんだって。 先生に言ったってことですね。そうです。いい話ですよね。そうですか。影響を受けて、すぐにその演説をぶつ感じの。面倒くさい生徒ですね。はい。面倒くさい生徒ではあったんですか。面倒くさい生徒だったと思いますね。だいぶ。それ以外にも。うん。あと、母の方がもっと面倒くさくて。そうだったんですか。なんか、あの。 作文に、うんまあ、うさぎさんの感想文みたいな、うん、でうさぎがほわほわしてて可愛かったって、うんうん、でそこに赤ペンが入ってふわふわって訂正されてたんですね、うんうん、母が、うん「うちの子はほわほわって感じたのになんでふわふわって直すんですか!」<laughs> みたいなことを言いに行くっていう <laughs> お母さんの感覚は全く正しいんですけどちゃんと言いに行くぐらいなんですねそうですね <laughs> <laughs> めんどくさい親子, <laughs> 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 親子でめんどくさいお母さんの影響は結構受けてる感じですよね多分うん、まあ、受けてるところもあるのかな、うん、でもどっちかっていうと、うんうん、根本的には逆なところが多いのかなっていうのは思うんですけどあのー、そうなんですよ著書がすごい好きで僕当時書評もしたことあってはっ これに書いてあるエピソード、それ結構泣ける話とかも多いしそうです、ね、お母さんの話もすごい印象的なんですよ。ああ何書いたかつ忘れちゃいましたけどえと <laughs> お母さんは有名な画家の先生から弟子にならないかと誘われた時もレコード会社からスカウトされた時も私はそんな器じゃないからと断ったとかねあお母さんねそう,そうなんですよ。うん、あんまり前に出る人じゃない美術界の複雑な引きたいとか上下関係が耐えられないから。 けんやる組織からも奪回して。あ、そう、そう、そういうのダメなんですよ、うちの母。で、では、子供さんに食べさせられない、食べさせられないから、中華料理屋を始めた。そうです。そう、読みました。そう, <laughs> そういうところもあったでしょうね。うん、はい。でも、それぐらいの、なんだろうな。スカウトされるぐらいの感じの人ではあったんですね。歌がね、うまかったんですよ。うん、母が。あの、もっと渋い曲で、小七吹雪さんとか。うん、あ、あっち系をよく歌う、お母さんで。 歌が上手かったんですね。うん、で、おばあちゃんは民謡をやっていて、うん、あのしょっちゅう民謡が家から聞こえてくる。家庭で。それはもう歌手になるしかないような道が。その影響を受けたかどうかは分からないですけど、うんまあ、無意識に何かすり込まれた可能性はあります。うん,、うん、なんかまあずっとアイドル好きだったわけですよね。そうですね。松田聖子さんが好きで、うん 聖子さんの歌がやっぱり好きで、うん、でよく歌ってましたけど、うん、でね私もこの道に進みたいっていう感じになっていくんですかそうですね、うん、もう本当に物心ついた時から、うん、なんかこう芸能人っていうかその歌う人に、うん、う芸,芸能人あの頃どういうカテゴリーなのか子供だからよく分かってないですけど。うん なんかこうテレビに出て歌ったりとか踊ったりする人になりたいって思ってい,、うんうん、いました、うん、そのためにはどうしようと考えであのそうオーディションで当時ね、うん、あそのえっ、ー、と全国民的美少女コンテストみたいな、うん、宮り礼ちゃんとか出てきたりんかそういう路線が流行ってた時だったんで、うん、あのオーディション ブームみたたいな感じだったんですね自分もオーディション受けたいなって思ってたんですけど、うん、オーディション受けるのにやっぱり1万円とか5,000円とか受けるだけでかかっちゃうしそんなことお母さんに言ったら絶対怒られるしで言えずコンテストとか絶対無理だなと思って、うん、でたまたまそのオーディション雑誌に、うん、あの原宿で。 スカウトされたラッキーガールの白石さんって方が乗ってて <laughs> 白石さんまでねこ毎回行ってるんですよこれちゃんとねそれで原宿に行けばなんとかなるのかなっていうまあ安易な考えですけどで春休みを利用して、うん、当時ホコテンなんかも流行ってたんで友達と一緒に、うんあのー、遊びに行くっていうか、うん、ふらふらクレープとか食べながら歩いたりとかしてたら。うん 結構スカウトされてその中から電話して自分で結構なスカウトされた中から自分で厳選してやっぱりんかこう偽物の事務所もあるみたいなそういうのが騙されてはいけないみたいななぜかそういう知識が予備知識があってだからすごく警戒して一個一個に電話かけないと分かんないじゃないですか。 だから、一個一個電話をかけたりとかして。一つや二つとか、あの、二社とかだったら、うん、まあ、そんな必要ないのかもしれないけれど。二十、うん、枚ぐらいちょっと集まっちゃったんで。うん、なので、電話して。なんか事務の対応とか。うん、あとは、なんかこう自分に対する熱とか。うん、ちゃんと名乗って、連絡して。反応を見る感じです、ねはい。そうです、そうです。うん、でも、変なところもやっぱりあって。うん そこはもう明るさめにお菓子に電話の時点であそうですねうん事務が出ないっていうところもあったからそうまあぶっちゃけに多分ねエロ系だのなんだとかいろんなものが紛れてるはずまああったんだと思うんですけど多分今よりかはまだまともな会社が多かったのかな今の方がねきっと危ない会社がいっぱいよくわかんない会社がいっぱいあると思います 事務所を決めてはい、うん、そうですいきなりミスチャンピオンい,いきなりってことでもないんだけれどうん,うん、まあ、最後2社残って、うん、結構大手今もある大手と、うん、で一つはあの名もないプロダクション、うん、もはやないところはい、うん、でただ、うん、その名もないプロダクションのバックには、うん ミスチャンピオンって言って、うん、あのミスマガジンのようなその、うん、なんていうのかなこう投票で読者の投票でグランプリになるとそのグラビアが飾れるみたいな、うん、そういう特典があったんですよね。うん、であの優勝とか、まあ、準優勝とかすると、うん、一応その会社に入れて、うん、あの芸能活動ができるみたいな感じだった あとバックそのコンテストのバックにペンテルっていう文房具の会社がスポンサーについてて母絵描きなんでペンテルは子どもの頃からお世話になってるしそのコンテストの審査員が今の平尾正明さんとかでお母さん世代だったら説得できると思ってそっちにしたらまあなんとか OK が出たんで。 そっっちにしたって感じです、ねうん、あとはその大手の,あの,その事務所、うん、結構あの、まあ、熱っぽく、うん、あの誘ってくれたんですけど、うん、結局電話で、まあ、そっちのね小さい方にしようと思うって、うん、ちょっとこうカマをかけたら、うん、すごいあの「バカだな」って言われて、うん、それにはカチンときちゃって <laughs> それはそれで間違ったこと言ってない気もしますけどね、うん、なんかね。<laughs> うん、カチンときたう <laughs> んなんかいいやつその選択は正解だったんですかね大手 <laughs> よりもそっち選んでうーんどうなんでしょうたらればなんでわかんないですけどまあとりあえず芸能界入るねちゃんと第一歩はできてはいあれフライングキ,キッズの MV とか出たのは結構すぐだったんですかう すぐだったかな、うん、でもまあ14歳とかだったから、うん、そうですね、1年後とかですかね大船の撮影所で、うんうん、結構ねあのかなりちゃんと映るいいポジションでそうでしたね <laughs> <laughs> うんなんだかよくわかんないままね仕事してたから、うん、当時はって思うとだから結構順調なイメージはあるんですけど、うん、ああそうですか、うん、でもないんですよね多分ご本人も、ね、全然順調じゃなくて、うん まあ一応そのミスチャンピオンの準グランプリを受賞させてもらってうーんでもあの芸能活動と言ってもオーディションをやっぱり受けないといけなくってオーディション受けたら受けただけ落ちるみたいな CM のオーディションは相当落ちてああそうですね本当に会社の人が悩んじゃうぐらいまあ落ちちゃう。 でまあ、今思えばまあ落ちるよねっていう<え>感じではあるんですけどうん,そうなんかポテトチップとかのなんか北海道の限定のなんか爽やかな女の子がなんかポテトチップパリって食べるみたいなそういう絵コンテで来てるのに全然関係ないコスプレとかで行っちゃったりとかして結構な感じででってたたみいすよね全然こう求めてるものに合ってないっていう,うそれが原因だったんじゃないかって。<laughs> <laughs> 理由は自分にあった。<laughs> と思います。それがなんでじゃあ受かり始めたんですかね。で受かってないです。から受かってないんですか。基本的にはええ。エクボかなんかのに出たりとかぐらいから好転したってイメージですけど。そ,それはもう本当にちょっと変わり者の,、うん、あの演出家の方で、うん、その方に気に入ってもらえたっていうだけだ、うん。うん だ、ね、だけだったんです、ね、でもその監督が結構有名な人で、うん、あの別のサントリーさんとか,なんか別の企業で結構賞とか取ってらっしゃってる監督さんで私が出てたあの資生堂のティーン向けの化粧品はある番組の,あの一,一箇所でしか流れないエボ堂ですかね当時のティーン向けの番組、うん、資生堂さんが一社提供の、うん、そこでしか流れないあのものだったので。うん 多分なんか監督さんも息抜きっていうかこうストイックな作品じゃなくてちょっとこう息抜きっぽい感じで作品を作ってる感じだったんですね。でコミカルな演出とかも結構あってまあそれをあの嫌がらず普通にやるから結構気に入ってもらえたみたいでそっからですよね。うん、ですよね。うんはい、え事務所移籍っていうのはどのぐらいの,その,ぐらいの時期なんですか いや、全然後ですもうちょっと、うん、17とかだったかな、うん、17とかですね、うん、それは何きっかけだったんですか何だったかなほ、うんとね、うん、話すと長いんですけど、うん、あのー、ソニーのディスクマンの CM も当時 受かって唯一うん、うん、でディスクマンの CM に出た時に、うん、そのディスクマンの何てうんですかねこう写真がテレビジョンの白黒ページで今注目の,、うん、の CM 美少女みたいなのまで載ったんですよね。でそれををあ、うん、あのある社長が独立を、うん ししようと思っててた社長が発見いつもその,あこのなんかこうポケットに入れて持ち歩いててで,で「俺この子いいと思うんだよね」って見せた人おと男の人がいるんですけどそれが私の中学の後輩のお父さんだった練馬の。えっってこの子俺の娘の学校の先輩なんじゃないかっていう話になって。 え、そうなのみたいなところから、あのー、ラーメン屋にベンツが乗りつけられて「<laughs> お宅の娘さんください」みたいな感じになって <laughs> そのベンツを売り払って資金を調達して売り出しにかかる <laughs> <笑><笑>社長が結構何ていうのかなもうこうペイザリー柄のなんかセーターとか着てなんかちょっと <laughs>、うんね、893っぽい感じの <laughs> ビジュアルで <laughs>、うん。 大丈夫かなって感じだったんですけどでもすごくこう熱がある人でなんていうのかなすごく熱があったんですよ2回言いましたけどだからそっちに移ってから結構流れが変わってくるわけですかね,そうで,すねでも最初に、うん、正直そのモデル事務所にいる時よりも、うん、もっと何にもなくなっちゃうというかうあ事務所もないし、うん、自宅の電話1本。1> で社長が営業私現場みたいな現場にマネージャーも来ないえそうそういうことかそれぐらい人もいないそれぐらいの二人三脚ででも絶対に命かけますみたいな感じで単なる10代の子供にそういうふうに言うっていうのが結構インパクトがあったんですよねだから そこにかけようと思って。うんうん、で、あとはその女の子をやったことがない人だったので、で男性の俳優さんとかをやられてた。まあ今よう騒がしてる。某会社のご出身の方なのですけど。うん、<laughs> なるほど。はいあ。そういうことなんですね。はい、はいはいはい。で、女の子のことがわからないから、結構自由にさせてもらって。うん、なるほど。 モデル事務所の時はやっぱりその髪を切ってはならないとかやっぱりオーディションの時ももっとこういう服装でとか結構あの縛りっていうかあったんですけどそうかルールが分かんないからそこでのびのびやらしてくれたんですねそうみたいですね女の子はこんんななもだからんかいつもその間に入ってくれたパパさんっていう友達のパパだからパパさんって今も呼んでるんですけどパパさんに結構相談してたみたいな こんな,なの本当に女の子はなんかわかんねえんだよランんなんてってあいつ宇宙人だよって言ってたっぽいです <laughs> そうかそのぐらいからもう不思議ちゃん扱いみたいのを受けていたおっぽいですねうんでも結構しん、うん、信頼してくれてた感じがしたので、うんうん、すごいありがたかったなと思ってあの夏真由美先生のところでレッスンしてたのもそのぐらいの時期なんですかまさにうんもうまさに 移籍して髪の毛ショートだったんでそうですもう渋谷の IAC スタジオに通ってて夏先生がまだあんなに有名になる前だった。モーニング娘。前夜ですもんねでも中山美穂さんとか有名アーティストのバックダンサーとしては結構有名な方ですでにそう。 かっこよよかったんですね先生ていうかダンスの先生って今のスタジオはどうか分かんないんですけど大体先生がカリスマなんですよ。でみんなそこに取り巻きがいて取り巻きがいると自分もなんかそこに入り込みたくなるみたいな心理に駆られるんですよ。で先生に褒められたいし先生に気に入られたいしみたいな。徐々にそれで頑張って近づいていって。 うん、でと同時にちょっとずつ、うん、あの自分もあの芸能の方が少しずつ進んできてたんで先生もこう注意してくれるようになったっていうか、うんよ「ここもう少しこうした方がいいよ」とか「うん、で嬉しい」みたいなそれで私もいつか歌手デビューできたら先生に振り付けをし,したいとか言ってねだから最終的には結構取り負けがいたんだけど、うん あのー、もう先生の帰る方向とか、うんあのー、うち全然逆なのに、うん、うちもこっちですとか言ってもう最後まで先生と喋れる時間を設けたくて、うん、もう嘘ついてねぎりぎりまで先生にこうひっついてましたから、うん、でその時にあの自分が歌手になって先生になったら、うん、あの振り付けてもらいたいっていうのは言いましただ、うん、からもう基本歌手志望ではあったわけですよねまあ歌手志望っていうかね、うん 昔知ってなうか芸能界に入ると歌がセットっていうなんかそういう頭があったのでそうみんな歌ってましたよね誰もがまあ基本ですよそれはもう俳優さんだろうが何だろうがモデルさんだろうが今でこそいろんなカテゴリー分けみたいにされてるけれどアイドルはねアイドルみたいな感じだったグラビアアイドルみたいなカテゴリーもないからグラビア担当の人も歌いますしね もともと歌詞とかも書いてたしでそういう思いを抱いたままなんとなくバラエティー的な方向で売れていく。まだ社長との、うん、まあ取り決めが、うん、まあ二人三脚なんで、うん、とにかく仕事していかないと、うん、あの意味がないから、うん、あの約束としてランランの悪いようには絶対しないから、うん、あの何度もやっていこうって、うん いうのが約束事だったんで、うん、まあ何でもやろうと思って、うん、その結果順調にそっちが <laughs> ちょっと、まあ、<laughs> バラエティっぽくな,、うん、な,なっちゃいましたねなっちゃいましたけどいやでもそれはすごいことですよそうですか、うん、あんまりそういう意識はなくないですねうんうん、うんうん、あれって感じではあったんですかいや。 もうそんなこともわかんないから、うん、とにかく社長との約束を守ってやるっていう、うん、そういうことですよねそしたらあれなんか忙しくなってきたぞ、うん、そうですねぐらいの感じうん、うん、あと社長とのもう一個の約束は、うん、その横のつながりを大事にしなさい縦、うん、じゃなくて、うん、横のつながりを大事にしなさいっていう。うん の言われてて、うん、だから学生時代からの友達とかとも、うん、あの仲良くしてきなさいって、うん、まあ大概やっぱりこういう業界入っちゃうと関係性がねねれちゃいますよ、ね、うんだけど、うん、そこはもう、うん、あの約束守って、うん、だからあんまりこう、うん、縦社会に。 迎合できなくても、逆にちょっと大丈夫だったのかなって、もうちょっとね、そこ上手にやっとけばよかったのかな。っよくね、芸能界で友達できなかった的な言い方もしますもんね。あ、そういう人もいますよね。でも、なんかね、縦に迎合する方がうまくいく人もいるし。そこできなかったタイプです。なるほど。はい。素直に聞いちゃったんですね。社長の言うこと。そうですね。ちゃんと実行して。はい。だから。 今も、うん、芸能界以外の友達の方がほとんどで、うんうん、あのずっと続いてます。当時の本とかでもね、うん、友達として出てくるのが吉川ひなのさんぐらいでした、ね。そうですね。あと石橋サイトね。そしてポンキッキーズでドーンと出る感じなりますかねそ。そうですね。九十四年、うん。まあ見てましたよ。うん、あの番組は本当に出たい番組だったから、うん、あの学校が 学校と家が数十秒の場所だったのでギリギリまでテレビ見て行くっていうような感じで当時高泉敦子さんっていう舞台女優さんが男の子に扮して「のぼるくん」ってキャラでポン・キッキーズをやっててとってもんか外国っぽい番組の作りでおしゃれだったので曲もいいしね。すごいいここに入りたなっってず もともとファンタジーっぽい世界観も大好きなので社長もちょっとこう女の子をやり始めて、はい、まあどうしていいか分かんないみたいなとこがあって「うん、でお前何がやりたいんだ?」って言われて「ポンキーキーズ出たい」って言ったら、うん、もうその足で営業してくれて、うん、でオーディションに行くみたいな、うん、あのブログに結構書きました。 オーディションのつもりもなくただなんかパフェかなんか食べてたらそれがオーディションだったっていうですね冗談みたいな話なんですけど <laughs> <laughs> でも本当なんですよね <laughs> そこで自由にやってる感じが多分気に入られてよしとされたとあとやっぱデモテープ、うん、やっぱ歌が結構評価されたんですね、うん、うそうかまあ歌う番組ですからねはい、うん、そういう感じでだから全然歌手デビュー決まってない時からちゃんともうデモとか撮ってやるつもりではいたわけですよね そうですね、だからなんか多分主張してたんじゃないですかね、うん、歌やりたいみたいな、うん、歌もやりたいみたいな、うん、だからなんかかデモテープとか撮ってましたね。うんうん、そしてピエールタキさん坊主さん安野奈美恵さんと4人でレギュラーになりあの印象的だったのがピエールさんの第一印象は怖い人。 坊主、うん、さんの第一印象はかなり苦手っていう <laughs> <laughs> そんなこと言ってましたね言ってましたね <laughs> <laughs> なんで坊主くん苦手だったんだろう、うん、覚えてないな、うん、覚えてないな覚えてないまあその後は仲良くなっていったみたいですしピエールはね、うん、怖いじゃないですかでかいし私子供番組に出る、うん 人じゃないじゃないですか、そもそも。まあね、確かにね。うん。その後の、なんかね、キャラクター浸透していく前ですもんね、なんかね。音楽性もそうだし。ね。うん。朝の人じゃないです。間違いなく、相当攻めたキャスティングでして。そうですよね。だから。怖かったですね。怖くはなくなったんですか、そのうち。うん。怖くはなかったです。うん。あ、なんか、そうそうそう。 坊主君とピエール君と3人で渋谷のどっかのオフィスで集まって遊んだことがあったんですよ。よくわかんないんです私、寝ちゃったんですねそこでそしたらピエールが寝ちゃったよとか言ってどうやら毛布をかけてくれたみたいで起きたら毛布がかかったんですね。 優しいとこあんだないい人じゃないかってその時ちょっと思いました、うん、<laughs> 警戒しすぎたはい、うん、<laughs> ねな安室さんとはね二人でチスターラビッツもやってたわけですけど、はい、刺激は受けたみたみいですねやっぱダンスとんでもないですからねダンスが彼女はもともともスキルがあるから、うんうんうん 一緒にに踊るっってなった時にいくら夏先生のところで頑張ったとはいえあの3が3がね <laughs> 当然ねいやわかりますよ、うん、そりゃ、うん、<laughs> 沖縄アクターズスクールでも生まれまくった人がそ<う> <laughs> だからあの、まあ、一生懸命頑張りましたよね、うん、あ後も,、うん、も。あの 蜂の格好で最初はなんかポンケキズ体操みたいなそういうダンスっぽいあの体操が始まってあの時よりも街んか街中にこうロケに出て金の宇宙人っぽいあの衣装で踊ってるやつがあるんですけどあれ結構時期が空いてるんですよ蜂の時より結構私頑張ってて金の時の時いんです <laughs> 結構レッスン <laughs> るん行ってたみたいですね。 意外そう、頑張ってたんです。うん、で、それを先生に褒められてまた頑張るみたいなほんといい意味でまああの、うん、本当と、まあ、ああいうレギュラー番組のバラエティーが初めてだったから、うん、見るものすべてが新しくて、うんであの「メリーゴーランド」のセットとかも,、うん、もう本当に見てるだけで幸せになるような、ん、セットでそう。 面白かったですね、うん、番組ってこうやって撮っていくんだなとか、うん、あと今はね簡単に CG で合成できますけど、うん、昔は黒巻って言ってあの、何、はい、て言うんですか、うん、あの合成するのにめちゃめちちゃゃ時間かかるんですよ、うん、ああいうのとかもう初めてだったから、うん、こんなに明かり合わせで時間かかるんだみたいな。うん、そして 夢の歌手デビューも実現するわけですよね。そうですね。九十五年。はい。素晴らしいですよ、本当に。すごい、なんか。ちゃった <laughs> 本当に素晴らしいんですけど。あれですよね、最初、そんなに、ご自分としては。<laughs> ちょっと自分の方向性とは違う感じだった。好きな音楽とは、ちょっと違う。<laughs> あの、方向性ではありましたけど。あとから聞いて、こんなに素晴らしいんだと思ったみたいな感じで。やっぱ年を取って。うん 恭平さんのメロディーの強さ素晴らしさが分かるようになりました、ね。多分もっと本格的にブラックミュージックみたいなことをやりたかったわけですよねまあそっちばっかり聞いてたからね <laughs> 多分セカンドアルバムみたいなことを最初からやりたかった <laughs> まあそうですね高校生ってそんな感じじゃないですかアシッドジャズだなんだとか聞いてたわけですよね でもなんかなんだその本人の資質を生かした上でちゃんと歌謡曲に落としていてねあのファンキーな感じのむちゃくちゃいいアルバムですよありがとうございますうん奇跡のどこどこがいい感じだ,だと思ったんですかどこがいい,いや <laughs> 悪いとこ探す方が難しいですよ <laughs> あそうですかジャケから何から全部いいジャケも、うん、<ら>素晴らしい全曲包み共兵で,です、ね、素敵曲なしうん。 でも全部自分の声に合ってる、うん、あの曲でしたよね。ですめきあ、堤恭平さんって、変わった声の人大好きじゃないですか。あ、そうなんですね。私でも変わった声じゃないですよね。変わ、でもだから、好き好きな声なのわかりますよ。うん、結構素直系の声じゃないですか。うんあのー、やっぱりあの時の歌い方の、なんだろな。魅力っていうのは、すごいいいなと思ってて。復活後には、ちゃんとそこに寄せて歌ってくれたいとかもして。あ、そうですね。うん、はい。 そう,そ,うあそうですか、はいうん、感じましそうなんですよ素晴らしい作品だと思うんですけどね歌詞も最高だし頑張って書いてたよね、うん、そうなだから、ね、その頃も多分バラエティ的なノリで元気な不思議ちゃん的なキャラクターがかなり出ていた時期に、うん、全く違う歌詞なんですよそれが良くてそうですか、うん、<laughs> そうです あの本を読んで謎が解ける感じのあこういうバックボーンがあるからこの歌詞になってたんだなみたいなああなるほど、うん、っていうのを感じたんです、うん、あの分かってくださって方ががいてありたっね本当にねそう頭きちゃう切なくなるこんな時うちのママずっと見てればどんなことが起こってもパンチでいけるとかね、うん、嫌なこと全部消せる道具があったらなんてまだそんなこと思ってるとかね いいい,いフレーじゃないですか <laughs> 人生を感じる <laughs> お母さんとの関係性とか,かう朗読されるとちょっとなんかね <laughs> なんか深い深い歌詞っぽく聞こえるね <laughs> いやでも深さは感じますよそうです単純な言葉は使ってるけど深みはあるっていうどういう思いで作詞してたんですかあれいやーあの、うん、とにかく恭平さんからいただいた曲を聴いた時に、うんうん なんかこう一生懸命こう山とか丘とかなんかそういうこう懸命に一生懸命こう登ってるようなイメージを感じたので泣かないぞえに関しては、うんうん、なので何かこう乗り越えるとか耐えるとかなんかそういうイメージの歌詞を書きたかったんですよね。 あのゾエ部分で結構笑い話にされちゃってたじゃないですかそう <laughs> 当時 <laughs> そうなんだゾエってうそうゾエで相当いじられてきてそうで,す、ね、でもいやそこだけじゃないんだよっていうちゃんと歌詞読んだよって思いはすごいやったんですよ <laughs> 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 ありがとうございます、うん、これちょっと照れ隠し的な意味の絵だと思いますよみたいな <laughs> 大弁ありがとうございます、うん、でもあれ包み教師先生が足したわけですよねそうですけっやっぱり私も、うん、結構煮詰まっちゃって でで忙しい中でのレコーディングだったので、うん、あのもうレコーディングしてる最中にやっぱりこの歌ってみて歌詞をこうやって変え,、うん、変えたり、うん、語尾がこの方がもうちょっとキャッチなんじゃないかといろいろ考えながらやってて、うん、で当初は絵中大蔵絵の絵はついてなかったんですね。うんうん、でもまあ歌い終わってててブースから出てきて、うん たら、歌詞カードにちっちゃい絵って書かれてあって、うん、んって。な、なに、これ。そしたら、あの、恭平さんが、あの、書いてあった絵、絵が。どうしても、ここの、一音がもう一個欲しいって、いうリクエストで。だからといって、ゾエってなんだよと思ったんです。なりますよね。まして、かっこいいブラックミュージックやりたい人からしたら。ゾエってなんだよってなります。ゾエってなんだよって思っちゃったんですけど、大御所に対して、でも。あの。 歌ってみたら非常にこう、うん、こっきみいいっていうか、まあ、うん、リズムつきますよね。そうですね。うん、だからこれを言葉としてズエって思うから違和感があるんであって、うんうん、なんていうの音として解釈すれば、うん、まだ歌えばいいんじゃないかっていうっていうことを自分納得させて、かっこいい感じで歌って。はい そしたたららいいろんな人にいじられた <laughs>、まあ、でも今思うとあれ,やっぱあれがあったから <laughs>、うん、みんな覚えてくれたんじゃないかなってな、ねうん、間違いなくフックにはなってるはい、うん、思ってますけど、うん、そして歌詞が暗くてディレクターに怒られたりしてたのねあそうですねちょっと、ねうん、ネガティブ、うん、あのと冒頭のなんか、うん、あの世の中全部世の中全て世の中全てて 世の中すべてみんな全部嘘つきっていう素晴らしいフレーズなんかこの時期に何に絶望してたんだっていううん。まこれはねこの間のちょっとねあのインタビューでも答えたんですけどま文春さんとかでもお話したんですけどうちはあの兄弟児なんですね障害者の兄弟児なんですねで亡くなった兄が障害 思っていいたのはなのでやっぱりねそのうんそういう家庭って独特なんでですよね、うん、で今ほどやっぱ福祉が発展してなかったですし、うん、私の子供の頃はやっぱりねあの兄を取り巻く世界観みたいなものに、うん、こう違和感みたいなものなんか無意識で感じていて。うんうん 人の冷たさ、うん、世間のなんか冷たさそして子供は無邪気に差別意識をむき出しにしたりもするしなんかそういうな,なんていうのかな、うん、その家族にしかわからない、うん、あの空気ってあると思うんですよね、うんうん、だからこういい顔してても、うん、本当は違う、うん 一面を持ってるのが人間なんじゃないかっていう思いがあって、うん、それをかなり幼いうちにもう思いはい、うん、まあそれでちょっとあの世の中全てみんな全部嘘つきなんですけど書 <laughs> き殴ってみたんですけどそれちょっとネガティブすぎないって言われちゃって、ね、<laughs> それがあるからいいんですよ <laughs> <laughs> <同>様 <laughs> あの楽しい曲調でまあでもあれからうん 30年ぐらい経ってますけどそれで二十歳ですからって今二十八、デビューしたら28歌手デビューだったらね今年四48だからもう約30年ぐらい経つんですけど今の世の中は別に本当そうじゃんっていう変わってないじゃんっていうねなんだったらそれがもっとインターネットの発達によって露呈してそうですね 本当そう、うん、そうだろうって感じ。直接言えないレベルのことを、ネットなら言えちゃう人も増えて。はい。うん。でもっ,ってます、はい。うん。いや、正しいと思いますよ。<laughs> <laughs> うん。お兄さん二人いるわけですよね。はい。うん。上のお兄さんの話はしても大丈夫ですか?。<laughs> あの、うん、怒られちゃうんでやめて。<laughs> <laughs> 怒られちゃうんですね。はい。 でもそのことは抜いてもなんかお兄さんん音楽好きだったんですかあもう、うん、あのそれこそ洋楽なんかは兄の影響なので、うん、そうなんですあの風の噂で聞いたことがあってお兄さん結構なんだろうなネオワコ的なものとか<あ>マニアックな洋楽好きで,でちょっとその辺のなんだろうなミニコミ作ってるとかなんか忘れてたけどなんかオーディオマニアで、うん、オーディオなんだったら自分で手作りしちゃうぐらいうん、うん、あの捨てる音かうん、うん そういういタイプなんででですすねの影響もあってていいいろろブラッッククミュージックとか聞いてた感じだったら最初の「のミスチャンピオン」のオーディションの時にウィンク歌ったんですけど、うん、ウィンクって二人組じゃないですか、うん、でハモリのパート、うん、お兄ちゃんち行って録音して、うん、お兄ちゃんが作ったテープで、うん、あのオーディションに挑むみたいな、うん、ああ人でちゃんとハモれるようにそうです <laughs> へえ お兄ちゃん、そういう協力もしてくれて。そうです。<laughs> はいはい。はい、ね、あのね、怒られるかもしれないけど、ね、あんまり言えないでしょうけど、僕は本当ね、芸能人関係の事件で一番微笑ましいと思ってまこんなに微笑ましい事件ないぞっていう <laughs>。被害者いない感じの <laughs>、まあ。すそう,す,、ね、そうすごい好きな <laughs>、好きなニュースでした。<お>とだけ言っておきます <laughs> はい、はい。だからね、あの、歌手やれ 言った言葉多分相当嬉しかったわけですかその時期でも忙なだからだ今思えば、うん、やりたかったことは、うん、本当に全部で、うん、やらせてもらった、うん、と思うんですけど、うん、やっぱり、ね、自分の器っていうかキャパスティがなさすぎて。うん あれだけやっぱりやりたかったことしたかったこと欲しかったもの、うん、全部夢が叶って叶ってるのに、うん、こんなもんなんだって思っちゃったことがあったんですね<ー>なんかこんなもんなんだうんだから全部やりたいことができるってこんなもんなんだって何、うん、かね大きな喜びっていうよりかは何、うん、かこう一末の虚しさみたいなのがあって <laughs> 夢って叶ってもこんなもんなのってだから本当に、うん キャパオーバーバだったんででしょううねねそす忙しすぎてちゃんとした感情がたぶん働かなくなっていたそうなんですよね、うん、だから器がちっちゃいと、うん、いろんな幸せが舞い込んできても、うん、全然幸せに感じられないっていう2年半休みがないと、はい、まあ壊れて当然なぐらいだと思うんですよええー でも昭和の間に比べたらねまだ寝れたりはしてましたけど法律も変わって12時にスタジオの電気が落ちるみたいな一応その法律に守られていたんですね途中から途中からはいそうなんですよね時間は内緒でって言われることよくありましたもんねこの時間に取材してることは内緒でみたいなそうですもう朝の4時とか当たり前だったじゃないですかテレビ収録とかもドラマとかねでも強制的に 電気が落ちるようになっちゃったからそれを考えたらそれは以前の時代はねシャレにならなかったはずですよそれは記憶もないわっていうそうですよねだから相田翔子ちゃんとかはまあギリギリやっぱそういう世代の人だから相田翔子ちゃんとかも仲良しなんですけどあの相田くんすごいなと思ってそういうところのスターだからベストテン時代の人たちはまあね 記憶なくて当たり前ぐらいの世界ですよねこの間また新たなエピソードを聞いて衣装合わせ結構素敵な衣装を着てたじゃないですかウィンクってだからあれ特注で作ってるんですねで衣装合わせの時に測って本番の時にはガリガリに痩せてるっていうわあそのわずかな期間に怖う。みたいな世界はいエピソード聞いたことあります 思うとまだマシだったとは言え,え全然マシだったと思いますとはいえだってもう感情バカになってすぐ泣くような状態だったわけですよねあ,あどうあんまり泣かなかったと思います,、ね、かかすうんなんとかなってた精神はそうですね、うん、まあ、そもそもマイペースなので、うん、そこが良かったのかもしれないし、うんうん、あとは うちのやっぱ家の教育がもうよそはよそ、うん、うちはうちっていうなんかそういうやっぱ教育で育ってきちゃってるので、うん、あのなんていうのかな、まあ、競争の世界といえば競争の世界なんだけれど、うん、芸能界って、うん、あんま他人のことを気にならないというか誰かを倒しては、ね、い上がろうみたいな思いはそもそもないし。ないいし人、うん、人は自、うん、自分は自分っていう,、うんもう だから子供の時の教育って大事ですね。うん、なんかく比べてどんな音っていうところで育ってきてないんで。うんうん、だから素朴な疑問で、それこそポンキッキーズで四人で始めたら。安室さんが相当忙しくなって、レギュラーから外れて。みたいな時には。焦るみたいなものはあったのかなってはいはい。あ、全然ないです、ね。全然ないですか。うん。うん、全然ないですね。逆になんか。うん そういうことを勝手に予測してなんか返ってくるコメントとか、うんうん、あの時々ランランの気持ちどうだったのかなみたいな返ってくる人いるんですけど、うん、全く、うん、あの、意に返してないというか、うん、私には私の道があるし、うん、彼女には彼女の道があるし、うん、で何だったら人生って終わるまでどうかって分かんないしあんまりそこ気にしてない。その アメリカ行きに多少の影響はあったのかなとか勝手に思ってたんですよ私もちゃんとんだろう<あ>歌とか音楽とかをやれる状況を作りたいみたいな、うん、あそうこはないんですけど単純に、うん、あの留学したかったっ、うん、まあそれが一つの夢だったのでまあプラスちょっと忙しいキャパオーバー気味なのもあるし、はいうん、出し尽くしちゃったって言い方してましたねそううです、ねうん、なんかこう 引き出しの枯渇感があって、うん、そう、うん、なんかね一つのキャラクターを決めてなんかやってたから、うん、あの時はなんか「アメリカの少年」っていうのが自分の中でのテーマであったので、うん、なんかそういう感じでやりたかった、うん、でもなんかそれにも飽きてきちゃって、うんうん、どうしようかなって思ってた時にあのちょっとアメリカとか行っちゃいたいなっていう。うん 多分すごい周りのこととか気にするタイプだったらあの時期に行かないと思うんですけどそりゃそうですよ相当ちゃんと売れてちゃんとレギュラーとかあってって人が結構完全なリセットじゃないですかでもだからそういうとこは気にしてないんですよねうん,うんなんかよく本当事務所も OK 出したなみたいなね、うん、素直に思いますよ、うん、マネージャーとかはすごい怒ってましたけどねでしょうね <laughs> でも社長はなんか「うん、いいよ」みたいなへ 感じだったんで,、うん、で行ってみたら相当なんだろう気分転換にもなりいやも,もうほんとあのニューヨークの経験は楽しく楽しくってしょうがなかったし、うん、あのなね楽しかった、うん、<laughs> <laughs> 単純に、うん、その時点はその後のこととか何も考えてなかったんですか何も考えてなかったと、うん、考えてたのかな、うんうん 忘れちゃったもん、うん、楽しすぎてまあ日本に戻って芸能活動をまたやるみたいなことは決めてはいたあそれはそうですね、うん、あの怒られちゃうからすぐ怒られちゃう、うん、休んだからにはうん。きちんとやらなきゃいけない,ない,けないえどうですかでもそれぐらい伸び伸びした後とに日本に戻ってきて 一回その自由を知っちゃうとしんどさとかあったりしたんじゃないかなっていう。うん、まあただあのいい意味でアメリカに行って、あ、私日本だからこんなに仕事があったんだなっていう。いい意味で打ちのめされてきたんで、そっちでも何かできるんじゃないかみたいなのはあった。ないないない。もうこんなところで活躍できる場などないっていう。私ごときがっていうぐらい、あの一般の人のレベルが高い。 歌とかでもボでカルレッスンとか行って打ちのめされたみたいな打ちのめされてるしあとミュージカルのファーストセカンドサードって必ずねいますよねロングランだからみんなファーストの人やっぱ見たかったりするんだけどサードの人とかでもえ何なのこの実力はもうあの本当に日本人でよかったと私は日本でちゃんと頑張ろうって気になって日本でよかった <笑><笑>あの戻ってきたからもねランラン名義でかなり攻めた曲を出したりもしたじゃないですかそうです攻めてましたあれドラムベースにはまってたのでみたいなねああそ,、うん、そうですか、うん、だから歌手業がそこで一旦止まっちゃうじゃないですかはいそれはどういう理由だったんですか、まあ、単純に数字っていう結果を残せてないうん やっぱ今と昔で全然音楽をやる環境がもうガラリと違うので求められる多分枚数も今より全然でかいですもね。もうでかいし、うん、あのやっぱり枚数が出ないと続けられない世界だから、うん、だからそういった点ではもうそこで終了っていう感じですよね。その時の感情はどんな感じだったんですか どうだったかな、うん、なんか結構がっかりしたような気持ちもあったけど、うん、切り替えも早いんで、うん、そんなもんだったんだなって、うん、やっぱアメリカも行って、うん、あの明らかな実力の差が <laughs> 一回ちゃんと打ちのめされてるからだからまあしょうがないなっていう感じですかね <laughs> じゃあちょっと女優業頑張ってみようかなみたいな。 そうなんかオーディションに今度また受かり始めちゃうんですよね、うん、舞台の、うん、そうで今度はミュージカル、うん、みたいなところになっていくんですよね舞台,舞台でも伝説になるわけじゃないですかそのね大変な役を次々と大役で <laughs> 引き受けるあそんな時期もねありましたよね、うんうん、あ何なんですかねあれね <laughs> よくよくこれをこの短期間でみたいなことを でもねやる気になれば別にどんな女優さんもねできると思いますただやる人がいなかっただけでみんなそれぐらいのスキル多分あると思うんですようん私はそして多分一回やったら信用できますよねあこの人多分やってくれるぞっていううんそうなのかな最初大人計画のでしたっけそうですね綺麗はい ただ、あの何て言うのかなこう、うん、常に、ま、ダンスのレッスンもずっと続けてたし、うん、ニューヨークから帰ってきても何、うん、だったら随分踊れるようにもなってたし、うんあのー、何にもしてなかなくての代役じゃなかったので、うんうん、まあレッスン場っていう稽古場で体を動かしてはいたから。 まああでできたっていいうのもあるんじゃないですかね、うん、とあるインタビューでねその事務所社長からのトップダウントップダウンで絶対に断れなかったと言ってましたね <laughs> <laughs> まあね <laughs> そう,いうのありますよね <laughs> <laughs> 大人の事あでも、ね、一応ななんていうんですかねあのオーディションみたいなのもあったんですよ大人計画多分私じゃない方とかもオーディションを受けてたんじゃないかなって。うんうん うん、思うんですけど、うん、なんか私になっちゃってましたね、うん、大変でしたよね間違いなく、うん、大変だったはずなんですけどねうん、うん、でも意外とセリフが早く入っちゃったんで、うん、なんかいけるかなって、うん、<laughs> いけるかな、うん、だってねとあるインタビューでもね

そ浦、まあ、方さんの二兵衛さんが、うん「こっちです!」みたいなこと言ってもらっちゃって <laughs>、うん、<laughs> 誘導してくれる人もいたから、うん、だから大学で入った方が、うん、みんなもほら立派にちゃんとやってもらいたいって思ってるし、うん、サポートも厚くて、うん、よかったなと思って <laughs> そんな感じ不思議なポジティブさがありますよね基本はネガティブななのかもしれないけどうん 切り替えは早いんですよ、ね。結構。うん、で、十三年に事務所退社を。はい、うん。そのぐらいからまた音楽のスイッチが入っていく感じなんですかね。全然入ってないです。入ってないですか。<laughs> いや全然入ってなくて、うん、もう二千十三年で、うん、退社したのは二千十一年で、うん、で二千十三年で、うん、自分で会社を作って。うんうんうん でうちの会社で企画して歌とダンスと、まあ、お芝居、うん、まあミュージカルとかも当時もやってたから、うんうん、あの一人芝居みたいなステージを作って一つの節目それが芸能生活25周年だったのでそこから何かこう、うん、別の事業をちょっととやろうかなとなるほど化粧品販売のそっちに力を入れて。はい もう音楽のライブはやらないみたいなあの全然考えてないモードで、うん、はい。それがなぜか30周,30周年でスイッチが入るんですかねそうなんですね今もたスイッチが入ってるのかって言われると微妙なんですけどそうなんですか, <laughs> なん,かなんか不思議な運命の流れがやってきてて、うん、なんだろうっていう、うん <え>何なんですかね <laughs> 求められてるからこうなってるんだと思うんですけど <laughs> そ<う>、まあ、本人からやりたいぞって始めたわけでもない感じ。んただ、うん、歌を再開したのは、うん、あのベーシストであり、うん、あのプロデューサーでもある立川、うん、さんっていう方との出会いで彼が「君と僕」っていう曲が。うん 私の、うん、大好きだと、うん、でずっと大好きだったっぽくって、うん、でそれをポンキッキーズの時の作家の立川さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、それになんか熱く語ってたらしい,いんですね。うん、で立川さんに「うん、今度ご飯三3人で食べてみない?」みたいなことを言われて「うん、もういいよ」みたいな感じで。うん これでこう、君と僕がどん,どんだけ素晴らしい曲なのかっていうことを熱弁されて「うん、ああそうですかありがとうございます」みたいな感じで「<laughs> でも歌わないんですか?」みたいなこと言われて「いや歌わないです」みたいな <laughs> はっきりと <laughs> もう本当2017年だったんですけど、うんうん、その時には本当にそうで、うん、で25年5周年でうちの会社でそのね、うん、作った舞台の結構大変だったんですよ、うん、全部やってみたんだけど。うん もうあの苦労はもういいたくないと、うん、だからやりたくないですって言っ,て、うん、言ったらそんなあのもっと楽にできるようにセッティングしますからみたいな感じで口説かれて、うんうん、それで、うん、だったらいいかなみたいな30周年ライブをやるんだったら新曲も書きますしみたいな<う>だったらいいかなみたいな。 新曲あるんだったらちょっと配信で出してみようかなとか。まああの昔と今と音楽をやるっていう環境が全く変わっているので、レコーディングもしやすくなったし、だから私自身がそれを理解するために配信とかまあそういったことをこうやってみないと見えないことがたくさんあるのでやってみようかな。 やってみないとわかんないじゃないですか。はいはい、仕組みも、うん、背景も。とりあえず配信で何曲かシングル出してみて。そうです。そしたらなんか新曲もあるから、ベスト版だそうみたいな流れになったんですか。またこれも話すの長くなっちゃうんですけどそうなんですね。まあ三十、まあそうですね。三十周年のその。ライブ、ジェイジーブラッドで、まあライブをやって。うん、まあ懐かしいメンバーがやっぱり来てくれるんですよね。うんうん、で、まあ。 こんなに歌にブランクがあるのに来てくれるってけうな方々だから、うん、まあ反強制的に私と握手しないと帰れないっていうその、うん、<laughs> 握手でお見送りっていう場面を設けて皆さんお見送りするしてたんですね、うん、でその中に ABEX 時代のディレクターと、うん、歌のディレクターと、うん、当時のマネージャーが何のアポも同じに来てたんですよ。うんうん それででなん来ててるのっう鈴木君30周年おめでとうみたいな感じで来てて「え!」みたいなでご飯とか食べるじゃないですかそしたらんか彼らには彼らの現場で盛り上がってた曲あの頃エベックスに移籍して次どんなイメージで歌うかっていうのをいろんな曲プリプロしたんですねでまた大人の事情でタイアップとかがあるんでまあ ビビーズ・ユーって曲にはなったんだけれども、うん、そうでないタイプの曲もたくさん録音してたんですよ、うん、その中ですごい気に入ってる曲があったっぽくて、うん、今でも車で聴いてるとか言って「うん、えっ!」って言って「だってやろうよ」みたいな、うん、で、まあ、当時マネージャーだったね25歳の子だっ子はあのなんか動画派制作の会社の社長とかになってて だったらそこでなんか MV も作ってよとか言って安く作らせてもらったりとかして <laughs>、うん、まあでも手弁当で 2>,、うん、あの2曲目3曲目を作ったりとかしてやってたんですよ。うん、それでそののの当時の未発表曲の新アレンジとか出してたわけでで、ね、ですすね、うん、そそうんなことやってたら突然ソニーから「うん、あの君と僕のレコードを作りませんか?」って話が来て「ね、は,いはいうん、はっ!」て言って「うん、今時レコーダーが誰が、うん 聞くんですかみたいなこと言われて「そうなんですか?」みたいなちょっとクラウドファンディング的な感じで予約枚数に達したら商品化みたいな感じだったから別にこっちがリスクを背負うこともないし勝手にやってくださいみたいな感じで言ってたらんかこの企画史上最速で予約枚数に達したんでみたいな嬉しいですみたいなメールくださって。 えーうん、君と僕すげえみたいなもともと立川さんが君と僕が大好きで,で君と僕で、うん、なんかレコードばの話になって、うん、君と僕の吸引力すごくない、うん、みたいな、うん、エポさんさすがみたいな感じだったんですねでまあライブも定期的にやらなきゃいけないってことで今やってて。 せっかくね、やっぱ作ってもらった、うん、<laughs> なんか一回やるとなんかちょっとつながってくるじゃないですか、うん、そうだからで最終的にまあどうしようかな、うん、このままどう走っていけばいいんだろうっていうのはちょっとあったんですよ、うん、ただねそうやって手弁当で私の歌手活動を、うん、あの応援してくれた人たちがもう一段階喜んでくれる道筋は、うん ないだろうかん今更私が大手に入れるわけないし、うん、っ,て言って思ってたんだけど川原さんっていうあの伝説のプロデューサー,ード作曲家の川原さんに相談して、うん、そうしたら「あのその君と僕」のレコード版を作ってくれた人って、うん。うん ま、さんっていうんですけどそことつながってたんで河原さんがそこで新しい新曲3曲ぐらいソニーで作ってくんないかみたいなお互いうちも現場の予算持ってで話をしてくれたんですよそうしたらせっかくだったらベスト版出しましょうみたいななって はあ、みたいなところから <laughs>、うん、まあ今に至るっていうそういうことだってね多分出てない音源とか結構ありそうですもんね初期のデモから何からそうですねそうですねそれはそうですうものすごい楽しみですよこれも、うん、まあただ本当私初めて、うん、マスタリングとかも立っちゃいましたけど、うん、あのミックスとか、うん、ミックスとマスタリングでこんなに音って変わるんだって、うん ぐらい、あの、まあ、昔の曲と、今の曲との、なんかこう、音質の。たくさがない。音圧とか、全然違いますからね。時代で。はい。だから、鳴かないぞ、も音圧のある、鳴かないぞ、とかになってて。おお、あって感じ、なんですよね。お友達スイッチもね、多分、あれ、アナログ切ったら、売れますよ。そう、そうですか。 間違いなく。あ,あ、そうですか。じゃ、うん、牧田さんに言ってみます。ぜひ。はい、というわけで、無事一時間過ぎたので、ここからは質問コーナーに移りたいので。コメント欄にどんどん質問書いていっちゃってください。増田聖子さんに会えましたか。会えましたよ。お<う>。お<う>。結構早い段階で。ええ、そうだったかな。二十、うん、代だったかな。うん、もう、眩ししすぎて。うん。見れなかったよ、うん。思いを伝えるにも至らず。 も本ほとんど歌いますみたいな感じでまぶ、うん、しくて本当に見える、うん、キラキラキラーって感じ難しいですね多分いろんな人からそういうふうに言われてる人に対して何を言うのが正解なのかっていうのは僕もいつも迷うんですよファンですが多分当たり前の人にとっては多分何が刺さるのかが分かんなくて、うんうん、僕もたけしさんとかに最初に会った時に何が正解なんだろうと思って。 死ぬほどグッズとか着込んで行ったんですけども、完全に触れられもせず。かわいそう。ま日常なんだろうな、これもともに。かわいそう。難しいですよね。あんまり怖っなんかガッて来られてもね警戒されちゃうし、ね。まあでもお会いしたのはそのコンサートの後のあの一回だけ。はい。 挨拶の時だけなんですね。はい、当時90年代の渋谷系の音楽は興味ありましたか渋谷系の音楽がどんな音楽だったかっていう、うん、よくほんな渋谷系」とかね、うん、言ってるじゃないか評論家の人とかどういうものが渋谷系だったのかよく分かってないですけどなるほど,どういうものが渋谷系だったんですか <laughs> あの時代身近な例で言うとそれこそ小沢健司さんとかはいあの界隈が盛り上がってたわけじゃないですか坊主さんの比較的近いシーンで言うと渋谷系渋谷系あともちろんとか聞いてますよねんう小沢健のライブも行ったしうポンキキズだってねそうですね出てましたよねあと坊主んもつながってたし小沢健とううんさっきちょろっと言ったのはあれですね米国音楽っていうその 渋谷系寄りな音楽の雑誌があってそこにお兄さんの作ったファン陣が紹介されてたという話みたいですなんだろど渋谷系寄りの音楽雑誌に多分お兄さんが、うん、その渋谷系的な陣を作っていてあの<あ>同人誌的ななんかをみたいです。へ<ー>うん とさっきコメントに流れてきてたので把握はそうなんですね。という噂を当時聞いたことがあって自分の曲で一番好きなのはえー、一番好きなの、うん、難しい質問だねうん,うーん一番好きなの、うん、何気にあの今回アルバムに入ってないんですけど、うん ルージュって曲が好きです。うん、<laughs> 僕はなんでなんでなんでです。<laughs> <laughs> <laughs> なんで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 すね。うん、大好きです。なんでですか？なんでですか？なんでですか？シングルとしてすごいよくできてた気がしますね。カップリングもよかった。うん、カップリングなんかなん覚えてないな。うん、カップリング何に入ってました？アルバム未収録じゃなかったかな。でも僕も今うろ覚えで言ってる可能性は大です。 かなりの漫画好きとして出演していた NHK の番組好きでした今も読んでます漫画うん漫画最近読んでないね、うん、なんか漫画読なんか読みたいな読みたいな <laughs> 新しいやつ紹介してほしいですね、うん、いくらでもありますよなんか持ってっていいぐらいですよセイントお兄さんで泊まっちゃってます相当古いですよ十 <laughs> <laughs> 年以上ですよ <laughs> <laughs>、うん、好きなシートジャズのミリシャン教えてください えー、うんミュージシャン分かんないやおうんんかコンピレーションアルバムみたいなのを聞いちゃってたから誰が好きっていうのはないかも、ね、この本にね多分おすすめの版は紹介されてましたね懐かしすぎですけど、うん、それすごくないですかうんそう「アシッド・ジャズ」のコンピレーションは載ってました確かに <laughs> とは覚えてるあ,あそうだそうだ 闇の怖いところもね、出てるけどっていう。これですね。これ、誰が入ってるんですかね、これ。百パーアシッドジャズ。<laughs> <laughs> <laughs> まんま、まんまコンピレーション <laughs>。<laughs> 君と僕とキスは今でもガンガン聞いてます。最近のミュージシャンでお気に入りはいますか。面白いなって思ったのは。うん、あのー。 XG って、うん、いわゆるグループの歌手の若い子たちいるじゃないですかすごいなーって、うん、単純に歌唱力も、うん、思ってますけど、うんうん、あとなんかこう今までああいう日本のアーティストあんまいなかったなーと思って、うん、面白いなと思って見てますけど。うん あと藤井風さんとか歌のフィーリングが好きで、うん、カラオケで歌ってみるんですけど、うん、全然歌えない <laughs> でも今だちゃんと歌っている鈴木ガイなんていうゲームにしたのは本名がウインクの鈴木さつ子さんに近かったからですか全然違うよなんでそうなってんのなにそれ、うん、違うよ違うそうです渋谷、うん、系オラリングで共演したダブルコージや極楽トンボンの印象やエピソードを 全然覚えてないな覚えてないですかもう覚えてないな一応レギュラーだったんですよねそうなんですけどね、うん、むちゃくちゃな番組だったという印象だけはありますけどね、えー、覚えてないなどうだったかなただやっぱ芸人さんってすごいですよね、うん、やっぱり、うん、戦いの世界だなって 特に多分ギラギラしてた時期ですからね、うん、今よりも全然、うん、そうですねうんう覚えてないなうん本当私結構あのまあ、人のことを気にしてきてないんですよ、うん、<laughs> そもそも <laughs>、はい、<laughs> あの何、ー、だろうなポンキッキーズ時代の話聞かれてもあんまり覚えてないみたいな話を以前してたのを読んだことがありますんあんまり覚えてないっていうか 年ぐらいい前のこと覚覚ええててまますすはよただ人と話したら「あれ僕の記憶が間違ってるかも」みたいなことはあるっていうううんんあんま覚えてないんだよ人に言われて記憶がないこととかは断片的には覚えてるんですけどだから昔のスタッフとかよっぽどのキャラでないりうり「久しぶり」とか言われても「ああ久しぶりです!」うん誰だっけなって感じ。うん 共演者ともそんなに仲良くはならないタイプ仲良くなれないです忙しすぎてお互いんそんな遊ぶ時間とかないからうもう仕事だからもちろんもちろん2年半休みないんだから <laughs> なんかねたまりとかで雑談するみたいなのあるじゃないですかそんなにそ,そんな程度です ドラムベース好きだったんですか。ああ好きはまってましたね。もうロニサイズのアルバム、もうあれとかニューヨークに行ってる時とかもう死ぬほど聞いてましたね。だとニューヨークにドラムベースの生演奏っていうのがあって、本当にドラムとベースがあのステージにあって。 で勝手にボーカルが入って、うん、こうフェイクで歌って参加できるみたいな<ー>いやつでも「いけ!」とか言われたんだけど、うん、全然無理で <laughs> あのステージもかっこよかったですね、うん、デジタルっぽいドラムベースよりも、うん、なんかそこにマロニサイズのドラムベース、うん、あの本当にウッドベースが入ってて、うん、あれがかかっっこよかったですね、うん、そういうのを自分でもやってみたい感じではあった あのちょっとチャレンジしてみたいなと思ったのは、うん、ギターと歌っていうのがあるんですけど、うん、ベースとボーカルっていうのは、うん、ああやってる人があんまり少なくて、うん、なんかちょっとチャレンジしてみたいなっていうのはありますけど、うん、下とか電気のライブ行きましたかあ行ったことありますね、うん、電気はめちゃくちゃでしたねもうめちゃくちゃですよどうでした行った時のあ,あこういう世界観の人たちなんだなって MC ひどいなとかとんがってるなただ音楽がかっこいいなと思ってましたけどまあまあ変わらず凶悪ですよねうんほん子供番組出ちゃいけないそうなんですよ本当になんで出てたんだろう子供がねんかそれきっかけで聞いたらどうんだっていうね 渡辺マリナさんとは今でも交流はありますか、まあ、ないですね一緒にね曲を出して一緒に「うん、あの動物奇想天外」とかも出てたよね「うん、太陽と花唄」でしたっけ、はい。うい、ん、いい曲でした、うん、最近読んだ本あるいは映画は何ですか <laughs> あの「今まさら」って感じですけど、うん、あの「戦場のメリークリスマス」と「お ララステンペラー <laughs> 本当に今更ですね教今日中がなくなって改めて、うん、あの拝見させていただいて、うん、あの昔よりもこう、うん、昔あの分かんなかったんですよ「うん、戦場のメリークリスマス」とかでもなんか今はやっぱりちょっと感じるところが違くて、うん、あのなんか良さが分かるっていうか うん、あこんな感じだみたいな。うん、であのラステンペラーもフギっていう人の人生はあんまり遠すぎて昔は理解もできなかったんですけどでもとてつもない人生を歩んだ人だったんだなっていうのが昔よりも感じることができました、うんうん、今見ることに意味があるというね。はい ごっつい感じはどんな思い出がありますかそうねそうだなハマちゃんにハマ、うん、ちゃんの大阪弁がよく理解できなくてトンチンんな答えをしてしまった思い出がありますうん、うん、それは笑いにはつながる感じのやつあの全然 カメラが回ってないところでのエピソードなんで、うん、あ,あのなんか加湿器みたいのがスタジオにあって、うん、で湯気で遊んでたんですそし何してくれてんの?」って言うから「ん?」と思って「いや」って言ったら「何してくれてんの?」って「何してくれてんの?っうんんの」って <laughs> 何もしてあげてませんって <laughs> 返したら。 ってなりました <laughs> <laughs> あなるほどね普通に言葉が理解できなくてうん、うんうん、ってことですねとか、うん、あとよく分かんないんですけど現場に高校の同級生とか連れてっててえなぜ <laughs> いやなんか一人で行くの社長営業でほら私現場一人だからえそのぐらいの時期もまだそうなんですか、はい、だから「うん、なんか来てよ」とか言って。うん 入れてもらっっちゃて一応ね芸能学校ではあるからわかる人ではあるんだろうけど同級生も全然全然関係ない人関係ない芸能じゃない人全然芸能じゃないでもんか眉毛がすごい太くて個性的な子だったんですよそれでまっちゃんが「誰やねん!」ってあいつ誰やねんってなって一緒に出ちゃうみたいななんだったら「なんでなんでなんで」のプロモーションビデオにも出てるし その個性が変われて富士急ハイランドとかにも一緒出ちゃってし、うん、へ芸能人じゃないのに <laughs> ただ現場に連れてただけでそう。<ー>それぐらいなんかこう引きの強い子だったんですよね、うん、っていうか本当に自由にやってますねはい <laughs> で当時メイクしないで出てたから、うん、テッカテカで顔が、うん、なんなんちょっと抑えた方がいいんじゃないとか言われて <laughs> <laughs> とかそんなこともありました そののぐらいたんでもうでん本当当時ポケベル、うん、ギリギリポケベルの時代で、うん、ポケベルで鳴ってんだけど、うん、あのポケットに230しか入ってなくて、うん、であの「今から来れないか?」って言われて「うんうん、お金がないからいけない」みたいな、うん、230円とかしか持ってなくて <laughs> 常に。常に それはなんとかならなかったんですか、ね？行けなかった。だからまあそこ、うん、なんとか行って改札 <laughs> で、うんうん、お金なんか千もらって出る。うん、なるほど。ギリギリですね。はい。<laughs> その番組で稲中の面白さがわからないと言ってたのが印象的でした。うん、わかんないね。うん、なんですか？ちょっとちょっと品がなかった。 うん、そうなのかな <laughs> ぐらいもともとねお笑いなんか一般的に受けてるお笑いみたいなとこのツボじゃないんですよね、うんうん、なんか違うとこってツボっちゃうからゴッツ出ててよくそれ整理しましたねだからお笑いってあんまり面白いと思ったことがないんですよ <laughs> なんでそれでバラエティあれだけ結果出せてたんですか <laughs>。わ <laughs> かりません。そのズレが面白かったとされたのかな。わかりません。一応でも笑ってるから笑っとこみたいな時はあったんですけど、うんうん、笑いで面白いですか。おもえらい面白いですよね。M1 とか、うん、笑ったことないですか。<laughs> え、稲中がわかんないのに近い感じなんですかね。 そういうことなのかなダウンタウンは笑ったああだからお笑い全体怖っよく出てましたねそうですよねよく地雷踏まずにそれでねすごい。あとやっぱり編集されてるから面白いっていうのもあってんかその現場でやっててもみんなスタッフとか笑ってるんだけど マンゴ面白い、ね、<laughs> 編集してもっと漫画洗練されるじゃないですかそれは渋谷系裏リングの印象もないですよねそれはそうだ、うん、あの頃のダブルコ工事がとか言ったところでっていう笑,<笑>,笑いがね <laughs> よくわからないすごいわ、うん、<laughs> でも逆にそれが多分あの他と違ったんだと思いますよ うん、うんうん、それが個性になってたんだとは思いますでも、うん、あの小島さんとか好きなんですわ <laughs> かりやすいやつ <laughs>、うん、<laughs> あのセンスはホリエモンに近いですよ <laughs> あっ本当ですか堀右衛門は m 1がわからない小島よしおとかああいうのは好きだけどって、うん、ハンバーグしようとかああいうのは好きって言って、ね、とかあとはあのー、<laughs> なんだっけなうん 体張ってる感じが好きかも。んな,なんかダ,ダンスでくねくねしてるとか。わかりやすくなんか変な感じのね。いや、うん、ね、ダウンタウンのゴッツねあの時代のゴッツはあ。あるある探検隊の人も好き。<laughs> こうキュってや,るやつ。なるほどね。ってや,るやつ。そういうのがいい。笑って。いやいや面白いですよ。やっぱあの時代のね。 ゴッツとかに絡めてただけでも羨ましさがあるんですよこっちからすると、うん、それがあのこの温度なのが <laughs> 面白い全然大丈夫ですよそれでいいです9 <laughs>、うん <laughs> <laughs> うん、代二十代当時にクラブへ遊びに行かれたりしましたか、はい、結構行ってたんですか 行ったのは渋谷のウムと、うん、あとはあのニューヨークでトゥワイロっていうクラブでよく行ってましたね、うんうんうん、あでもあれなんですよねそのなんか酔っ払いとかあま好きじゃないタイプじゃないですかあだからすごい爽やかに過ごしてましたよあ,の、うん、ああいう空気の悪い中でも、うん、<laughs> <laughs> テキーラショットとかには付き合わずあ全然付き合わないし付き,、うん、ま付き合いは飲めないから、うん、でタバコも吸わないし平和に うん、音楽聴いて帰る、はい、<laughs> 汗かいて、うん、だからねタバコのね煙がなければ、うん、本当にいいのにって、うん、<laughs> クラブ酒もタバコもなければいいのにってなかなかねそれだとお客さん来ないだろうなと思いますけどねうんそうですね、うん、酔っ払ってでかい音の中でナンパするようなものが多分ね純粋に 爆音を楽しむっていう感じ、うん、音楽を楽しみたかったはい TWILE、うん、はやっぱりすごいスピーカーが素晴らしいっていう有名なんかところだったっぽくて、うん、そうです、うん、爆笑問題とはああありましたあの「うん、ポンキッキーズ」でちょっと、うん、ああそっかそっかはい、うん、でもそこもそんなに印象は だお笑いがおの笑いわかんないんですよね <laughs> 了解ですもうこれ以上聞かない <laughs> 今吉本芸人の印象とかきたいけどこれも聞かない <laughs> 聞くだけ無駄わかんないんですよね聞いちゃダメミュージカル「ビッグフィッシュ」で藤井隆とローリーさんと共演してますが音楽的な話はし,しましたかしたかな、うん、あんましなかったかも、うん、だけどローリーさんの,、うん、あの七変化うん あのー、才能やっぱりすごいなって思ったのと「ウェーイ!」とかやってるのに、うん、めっちゃ普段いい人なんですよ超ジェントル <laughs> なんか「うん、え!」っていう、うん、すげえいいなってちゃんとしてらっしゃいますよねすごいちゃんとしてるし、うん、優しい、うん、いい人、うん、藤井さんは藤井さんも面白くて、うん、すごいこう毒

罪狂平のメロを直したという噂は本当ですか。メロは直してないんですけど、うん、歌詞のハマり方に反抗して、<ー>あの、そうちょっとバ取りました。これはちょっと違うんじゃないですかって。あの狂、ー、兵さんはこの歌詞、うん、まあ歌詞歌詞私が書いてるんですけど、うん、ちょっとこれ気になるなってこの当て方、うんうん、ここの音にこの 言葉を当てるのはちょっと気になるなーって。うん、気になりません。お。私は気になりません、うんうん。それはなんとかなったんですか？で、あの歌い方でカバーするから聞いててくださいつ。て、うん、ず,ずっとリピートしてたらだんだん気にならなくなってきたかもって。<laughs> <laughs> お。すごいですね。引かないんだそこで <laughs>。うん。 ハート強いでですすよ、相当そうですか、だからうん、うん、分かってなかったんですね、まあ、堤恭平という人の偉大さとかあとほら縦より横大事にしろって言われてるからる、ね、あだから同級生もついてくるしね横大事にしてるからそうですね、うん、上とか別にどうでもいいし縦じゃない横だから <laughs> 守ってる確かにうん <laughs> お父さんにですかお母さんにですかお父さんにですねそうなんだあんまりお父さんの話をされてる印象がなくてそうですね、うん、お父さんねもう、うん、あのいないんでこのようにう失礼しました今会ってみたい芸能人はいますかえー今会ってみたい芸能人 いないないない、まあ、あんまりそういうものに興味がなさそうですよねそうだ昔の方がねありましたよねだからマドンナに会いたいとかね、うん、マドンナに会いたくてアメリカ行ったらいなかったっていうやつですねそうもうイギリスに住んで。<laughs> <laughs> <laughs> そのぐらいのふわっと知識した知識でアメリカ行っちゃうのがすごいですよね結構そういうとこありますね、うん うん、会いたい人って言ったら、うん、空海に会いたいですねそっち側なんですね、うんうん、会ってみたいだから高野山今もねこう、うん、いらっしゃるって手じゃないですか会いに行ってみたいですねうんなるほど <laughs> ああ伝説的なお笑い番組に出てたのにすげえって反応が <laughs> すごいねやっぱねこのフ,フレーズはねこれ相当いいですよ <laughs> そうなのかなうん、うん、面白い最高うん <laughs>「ゴッツは自分も分からなかったし感性の限界を感じたなるほどね <laughs> 完全に保留んだ」<laughs> <laughs> <laughs> サンシャイン池崎とか好きそう、安村とか。あ、あ最近笑ったのはあの入ってますよね安村さんがイギリスのあれはあのすごい嬉しいってのもあったし、あのそう笑いました。わかりやすいし。でも二回目のあのちょっと豪華になっちゃったやつ面白くなかった。まあわかります。ちょっと違いましたね。 お<笑>,笑いのセンスがアメリカっぽいのかも <laughs> なるほどねスポーツは何,何かやってましたかやってません、うん、あ昔バスケやってましたぐらいですかね、うん、当時の芸能ってセクハラとかすごくなかったですかなんかすごかったっぽいんですけど、うん、あんまりダメージ受けてなくて、うん どなたとは言わないんですけど、うん、あの初めての2時間ドラマのスペシャルみたいなのっ出ることがあって TBS の。うん、で必ず TBS のドラマってリハーサルやるんですよ。うん、でちょっとな,なかなか癖のある女優さんで評判だった方で、うんうん、もともと、うん。 でうちの社長に「お前大丈夫か?」って言われて例えばいじめられたりし,しても、うん、あのー「犯行とかしちゃうかもしれないよ」って言ったら「<laughs> ああね縦関係ないですからね <laughs> <laughs> 横が大事だ横ですからね <laughs> もういいよ、うん、お前好きにやれよすげえ感じで <laughs> へえ<ー>言ってくれて、うん、でもなんかその、うん 全然意地悪じゃなかったんですよね、うん、ただその扉を開けて、うん、なんかこうや入っていかなきゃいけない芝居、うん、であれエアー扉みたいなので、うん、あのやんなきゃいけない、はい、でも私その知識がなかったから、うんあのー、指摘いただいたんですよね、うんあのー、あんたそこ扉あるよって「うん、あっそうでしたかすいません」みたいな、うん、もう何て言ってもあのー ゴールデンタイムのドラマ初めてなもんですいません」とか言っ,て言ってたら「うん、ゴールデンタイムのドラマ初めてなんだってよ」とか言って「うん、言ってて、うん、はい」とか言って、うん、でその後あのー、その方の席の隣に知らないで陣取っちゃったんですね。うん、<laughs> <laughs> それで、うんあのー 周りはどうやらヒヤヒヤしてたらしくてしますねそれはメイクさんとかに「さっき言われたけど大丈夫?」って「ゴールデンタイムのドラマ初めてなんだ」っていう何の話かなと思って「あれって何いじられてあれいじめなの?」みたいな全然気が付いてなくてだからみんな過剰に反応しちゃってるだけなんじゃないってなるほどね 多分そのの人なりのいじりみたたいななものでしかなかったんだろうといや全然いじめでも何でもなくないって、うん、本当にそうだしみたいな、うん、あの初めてだしみたいな、うん、でも、うんまあ、うっかり隣に座っちゃったから、うん、そっから逃げるわけにもいかないじゃないですか <laughs> <laughs> そりゃそうだ、うん、普通にしてたら、うん、チョコ食うかとか言われて<う>食べますみたいな。うん で全然あの仲良しみたい<ー>なんだったらもう終わる頃には洋服あのお下がりまでもらっちゃう<へー> <laughs> やっぱ下手に距離取るよりは懐飛び込んじゃった方が意外となんとかなんですかねっていうかみんな,な何がいじめなんだろう謎、うん、全然大したことなかったですそうですねうん、うん、なるほど セクハラ的なものには合わずに済んだ感じなんでしょうねセクハラとかもなかったと思いますけどねそもそもお酒も飲めないからそうかそういう場にもねいないし意外とじゃあ平和にやれてたんですねそうですねいい話今推しはいますか推し推しってなんか推してるってこと なさそうですよね。そうですね。欲しい。そうですね。でも、あの、今更なんですけど、昭和のジュリーとか好きですけど。それはもう、嫌いな人いないですよ。かっこよすぎますよ。いや、本当今。今、ジュリーの。素晴らしさがわかる。もうね。あの時、やっぱり、五歳とか。だったから。世代的には、僕側ですもんね。そうね、ちょっと、あの。うん。 大人の人たちって感じだったんで、うんだけども本当に素晴らしいです。素晴らしい、はい、最高です。うん、<laughs> 富士山大学の学園祭に来てくれていい人だった。うん、そういい人なんだけどね、うん毒も。もう毒持ちなんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> でもそこがいいんだよ。うん、ベストアルバム買うんでサブスク解禁をお願いします。 ベストはあれサブスクで出るんですかねあだからここがね、うん、世間の人の知らない世界なんですけど、うん、なんて言うんですかね、うん、私の歌だけど私のものじゃないからまあそうなんですよね権利関係ねそうレコード会社もまたがってるしそうだしやっぱ所属していた時の曲だから、うんうん、原盤権をどなたが持ってるのかみたいな話なんですよね、うん だから、私が、の一存で、サブスクお願いしますとか言ったところで、どうにもならないですよね、うん。そうなんですよ。ボトムレスウィッチもサブスクないわけですよ。うん。まあ、うん。いずれ。いずれ。なんとか。なんとか。サブスクになかなか厳しい、会社様がですね。うん、現場を持ってらっしゃいます。ああ、そうなんですか。え。 そこが、でもちょいちょいサブスクを解禁し始めたっぽいんでうまくソニーが言ってくれたりすると解禁になるかもしれない、うんうんうん、期待したいです、うん、本当に期待したいです、はいうん、ご趣味は趣味ね趣味ね、うん 海外旅行かな。笑いはわからないし、ハートは強いし、じゃ手がつけられないなんて。どういう意味これ？<laughs> いやでもいやねいや思いま思いますよ、うん。それはもう独特な独自な <laughs> うん。うん でもすごい私誰よりも普通だと思ってるんですけどいやなんか芸能界にいる人の方いる人がよっぽど変わってるっていうか常識の有無みたいな話で言うと多分ちゃんとしてらっしゃるのが分かります何でそんなに自滅するまで酒飲むのとかさまあね酒で失敗する人いっぱいいますよなんかそういうのあるじゃないですか そっちの方がよっぽど不思議非常に普通に生きてると思うんですけど酒だの不倫だのなんだのとかいろいろある中でかなりちゃんと生きていらっしゃるのがわかります、うん、もうドロドロした人間関係とか全く興味もないしなんでそこに飛び込むのかが、うん、謎、うん、リスクしかないようなことをなぜしたがるのかすごいですね確かにねあの本当にちゃんとしてます すすごいちゃんんととしてると思うんですけどねスキャンダルのなさとかも異常なレベルですもんね。それは何な,なんですかその芸能界入って「<え>おかしくない?」みたいな思うことはあったんですかもうありますよね。私はそういうものに流されちゃダメだなみたいになっていった。そんなにかくななものではないけど、うん、嫌なものには近づかないうん、うん 最初から、うん、私嫌なものにはならない、うん、<laughs> それだけっていうん、まあだからちゃんとしてますよ本当ねその横のつながりを大事に縦を気にしないをきちんと守り通して今思えばそれもちょっとどうなのかなって思うんですけど、うんうん、まあね芸能界的には多分もうちょっと 乗し上がりたかったら、盾を大事にした方が良かったかもしれないけど、うん、ストレスなく生きるには多分これが良かったんだと思います。そうですね。うん。あと、盾って言ったって、その時上の人とかもいずれ落ちたりするし。うん、ずっと上にいるわけじゃないから。<laughs> うん、無駄。<laughs> その発想はすごいありますよね。日本、所詮この人生、山あり谷ありでみたいな。そ<う>昔からそれも言ってますもんね。うん。うん。 今上にいようがどうしようかっていう。うん、うん <laughs>。強いですよ。<laughs> <laughs> うん。もうちょっとだからなんだろう。もうちょっと。よ、メンタル弱めの人っていうイメージだったんですけど、想像以上に強い。あ、そうなんだ。でも繊細なとこも結構ね、うん、あるよね。うん。ある、や、もし、もっと強くなりたいと思ってる。る、うん <laughs> <laughs> 全全然然強いいなななんてて思ってだって芸能界での活動のモチベーションみたいなものが怒りだっていう話もお前してましたもんね。あ芸能界のみならず人生生きる上において全般エネルギーが怒りなんですよ。うんうん、<laughs> 芸能界に限った話じゃないですかなるほど全てにおいてカーみたいなのが活動の、うんうん、なんか理不尽なね、うん、こととかあるじゃないですか。うん なんだこれはみたいなでもそういうことがやっぱりあるから歌詞も書けるしなんかこう思いがでも怒ってるつもりは全然なくてなんでそう言ったかっていうとニューヨークにいた時に足の裏をマッサージしてよくない気を抜いてくれる先生みたいのがいたんですよ不思議系の先生が。 その先生に足マッサージしてもらってたら「怒りが溜まってるね」って言って「あなたの生きる原動力は怒りエネルギーだね」って言われて23ぐらいの時かなっていうことで一応言ってるんですけどそうかそれまではそういう自覚もないしないしそうですね言われてみればって感じだったんですかでも嫌じゃないですか嫌ですよね怒りエネルギーで生きてるとかいいいんじゃなですかそうですかうん で、今も、今でも、そんなでもないんじゃないですかね。うん、どう、どうなのかな。よくわかんないな。<laughs> 自分が。<笑><笑>みにさっき、そのね。女優さんの話、出ましたけど、僕本読んでて。すごい興味が出たのが。なんてことね、エピソードとして、出てくるだけなんですけど。安岡力也さんと、岡本夏樹さんと、三人で、パリのロケに行ったって。<laughs> すげえメンバーだなと思ってあ<ー>。ああ、そう、そうですか。<laughs> うん。安岡力也さんとかね、ね歌うまいんですよう。当たり前ですよ、シャープフォックスですよ。う,うん。 でシャンゼリゼみんな歌うんですけど、うん、めちゃめちゃ楽しかったです、ねうん、っていう楽しい思いでこれも <laughs>、はい、アルバイトしたりして、うん、あんまりだから芸能界でなんだろう人との距離がそこまで近くないからなのかそんなに嫌な思いはしてないんでしょうねそうですね、うん、あと嫌な人と付き合いたくないから付き合わないし、うん、無理して YouTube で過去の MV を上げる予定はありますか そそれもさっきの権権利関係でででしょうねそうですね権利ですねねすすだから何なんだっていうさこの権利って、うん、<laughs> あ怒りのエレネルギー本当 <laughs> ね全部権利じゃんってい <laughs> はいはいはい権利を持つやつしか、うん、どうにもできないっていう、うん、何なんですかね本当ねなんだろう僕も何度もその権利の壁にはぶち当たりましたよあどんな 要は僕が選曲で好きな曲を集めたコンピレーション版を作ってほしいとか言われてレコード会社の人に頼まれて選曲してプラン出すじゃないですか、うん、ここの許可が出ませんでしたレコード会社が見る<ー>ここのレコード会社は全く許可出さないんですみたいなものがあってそこ,かそ,のそこのレーベルのやつだけをまとめてそこで出す以外の道はない。なるほど たまにやっぱその企画だけ取ってそのレーベルが勝手に出しちゃうこともあるって言われて、うん、わっっていうでも難しいんですけど、うん、なんかそういう人たちが、うん、なんかちゃんとしただいある一定の路線を守ってるとも言えるしかといって全部解放して、うん、それとの価値が下がっちゃったりもするし難しいんですけど、うんうん、どうしたらいいんですか 今本当に難しいのが、まあ、現役のミュージシャンとアイドルとか全部そうですけど YouTube かサブスクにないともう世の中に存在しないぐらいの扱いになっちゃうんですよ。うんうん、YouTube に違法でもいいけど上がってるからまだ存在はしてるみたいな多分状態ではあるんだろうけど、うん、違法じゃなくてちゃんとやっぱりねきちんとお金が入る形にすべきだろうしそうですね、うん。と思いますね。 うん <laughs> 難しいです、うん、うん、子供の頃ラジオは聞いてなかったですか聞いてないですねうん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  <laughs> みんなこう特定しないでいいですよ別にその先輩を<笑><笑>みんな一人しか名前出してないよ<笑><笑> 役者業、歌手業どっちも楽しいって話はされてましたよねうんどっちも好きでよかったですよねほんとそうですね、うん、多分お歌やりたいだけだったらそれがなくなった瞬間に結構心折れると思うんですよ、うんまあ、舞台とかでやっぱ磨かれた部分もたくさんあったし、うんうん、性格改善にも役立ったし、うん、よかったですよ、うん うんうんうん、コロナ禍の生活はどうでしたか旅行も行けずストレスたまりませんでしたかそうですね、うん、ただトルコからお友達が来てて、うん、スカラらでも帰れなくてうち、ん、に泊まったりとかしてたんで、うんまあ、結構た楽しかったといえば楽しかったこともありますかね。うんうん スターラビッツのおお話をぜひ願いしますとにかく衣装が熱くて大変だったみたいな話はしてますよね。そうですもこもこですからねただ可愛いだけじゃないっていう。あとあれがもうああいう生物だと思われてて子供とかお母さんとか「まあワンランちゃんよほら!」なんて握手してもらえなさいよなんて言うんだけど子供ポカーじゃないですかこんなの違うよっていう。 そういう時にこう複雑な気持ちになった、うん。したことはありますけど。<laughs> 一応寄せていったりはしないんですかここ、うん。あの寄せ、寄せ、例えばどんなふうに。こうなんか <laughs>。やったりとかうー。うーん…しなかったかな。しなかったんですね。かな、うん。基本この部屋に来るのは酒で失敗系の人ばかり <laughs>。<laughs> そうなんですか。そうなんですか、ね。 人間そのままがやっぱり一番だなとランランさん見て思います。す、すうん、すか、うん。すごいすごいぶっつけな質問が来てますよ。うん、芸能人と付き合ったりしました。芸能人とかと絶対付き合わない。<laughs> <laughs> あ、絶対付けるタイプなんですね。もうそこに <laughs>。<laughs> 付き合わないでしょ芸、うん、能人とか。 だからこそのノースキャンダルなんですよ、ね。超絶面倒くさいじゃないですかはいはい、はい。面倒を避けたい人からしたら、どんなにいい人だろうと確実に面倒なことがあるっていう。面倒だし、うん、浮き沈みの激しい世界だし、うん、安定しないし、うんなし、うん、なし。なしうん <laughs> <laughs>、うん、面白いですね。考え方。<laughs> そうですか。普通 <laughs> 普通。普通, <laughs> 普通かどうかわかんないですけど面白いですよ。でちゃんそれもちゃんとしてる。 すごくちゃんとしてる <laughs>、うん、とか言ってね三年後とかに来て結婚してたて <laughs> <laughs> えー言っじゃんふそつきみたいな <laughs> 付き合ってみたらね、意外とっていう、うん、本当に負けないゾエだった <laughs> <laughs> 何ほどにもとらわれない姿勢素敵 <laughs> いやとらわれてない風に見えるんですかねと、うん、らわれてる部分もあるはずなんですけどね、うん そういうことなん、なんだっけな、本で、小学校の頃にいじめられてたような話とかも出てはくるんですけど。その当時の教師がいかに許せないかみたいな。<laughs> 私が忘れてないですよみたいな。<laughs> 怒り<で>。そう、強さがあるんですよ。やっぱちゃんと。<laughs> 強さと怒り。<laughs> う,んうん。幼稚園の先生じゃないですかね。ねそれも、そうか、あの三人挙げてました。<laughs> 具体的なエピソードもで書いて。いや、だねそうそういや、ね、それがや、や、っぱね、あの。みんな嘘つきでみたいな。うん。うん <laughs> そういう世界だったんだろうねあの当時の私が見えてた世界は。うん、でもいざいろいろ自分も大人になっていろんな人と接してみてそんなに自分の考え方間違ってなかったなって感じなわけですよね。そんなこともないけど、うん、生きるって大変なんだなって。<う>だしやっぱりそのそうなっちゃう理由背景。うんうん とそれぞれそういう性格になっちゃう背景があるんだなっていうのは今は理解できます。うん、他にも執着してなさそうですね。そんなこともないです。執着、うん。まあね、会社やってるぐらいですからね。うん、気にしなきゃいけないけ。いや気にしなきゃいけないです。最も、うん、あの、うん、ライブとかの売り上げとか、うん、損することはできればやりたくないですみたいな。うん、<laughs> だから二十五周年やってね。 こんんなもん大変だったりやりたくないと思ってたぐらいなんです人がやってくれるんだったらやるけどってそうか芸能界の人だけではなく一般の友達のつながりを続けてたから一般人に近い感覚を持っているんですかねなるほどねうんそうなのかもしれないねうん雪、うん、谷さんは女性には超優しい ポール・マッカトリンすらライブで自分の歌を歌うのに著作権払うっていうまあね手に売っちゃってますからねレコー会社横断する企画が成立するのはまれ、うん、今回あの若い時に「うん、お前レコード会社どこがいいんだ」って言われて、うん、でソニーがいいって、うん、社長に言って「うん」 レコードだったですけど、うん、ソニー系列でよかったなと思って、うん、今このベストアルバム出すのに、うんうん、ソニーでよかったなとソニーが仕切るといろいろやりやすかったりするみたいなのあるんじゃないですか レコード会社ってちょっと風船の灯火的なところがあるじゃないですか。そうですね。ちょっと今の時代。はっきり言いましたね。レコード会社も出版社もね、いろんなところだけど大体そうですよ。なんか。ってことを考えると結構ソニーで良かったなっったね。強い会社でね。はい。いつまでもちゃんと残っててくれたね。で、最初に所属した事務所みたいにね、なくなってたらいろいろややこしかったりとか。そうだし。するだろうし。 あとはその、うん、結構その、うん、昔の懐かしい盤、うんえー、を今また復刻しますみたいなことをやってるのもソニーだしはい、はいうん、そういうのをやってるから、うん、私みたいなものでも、うん、あのアルバムを出してくれるような流れにっなったと思うし、うんうん、そういった点でやっぱソニーでよかったなっなるほどね。 としたところでこう毒がチラチラ出るのがいいですね <laughs> <laughs> え。これ毒なんですかね。<laughs> これ毒ですか。はっきり言うなっていう <laughs> いや<ー>。そう、ね、面白いです。面白、うん、素晴らしい。<laughs> 全く飲まないのですか。飲めないが正解なんですか。うん、飲めない。飲まされたりしたことはないです。ないんだ。うん、そこも意志が強くて。うん。だいたいね、ほら先輩に継がれたらノーと言えない的な世界もあったりするけど。 ああそういうのもないですよねさすがです、まあ、いないからその場に飲みの場にそもそも乾杯するような席にいないはい、うん、あでも俺の酒が飲めないのかみたいな酔っ払って言ってくる人はいたけど、うん、なんかこうちょっとドン引きするとこっちが遠慮してきますよね <laughs> それぐらい酔っ払ってても 酔いが冷めるる感じになる <laughs> な,な,なんかやっぱり、ねうん、かっこよく痛いんじゃないですかちょっとなるほど <laughs> 強いな <laughs> <laughs> 強いんですか、ね、強いですよ <laughs> 相当強い、うんうん、流されますよやっぱいろんな人たちはよく丸も流されるうんでも、うん、僕もあれなんですよ例えば僕もクラブで基本マイペースでしか飲みたくないから適宜なショットとかずっと断ってたんですよ、うん、でもこんこ今月かな とあ,るとある取材でラッパーの人が取材中にお昼から次々とテキーラショット出してきて全員飲むわけですよ脳、ええ、はないわけですよ<ー>昼から四杯これ飲んだんですね飲みましたやっぱそういう場で僕はちょっとはできないっていうのはあるんですよでもできますよね絶対ね飲めないからね,ねそう、うんうん、ちゃんとしてます 良い意味で「今日の GO の部屋」でイメージ変わった分かる <laughs> 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 お酒飲めないから梅酒の CM 出れてたのかあそうねだからお酒飲めないとか言っちゃダメだって言われましたあの時、うんうね、あの期間は契約期間はあくまでも美味しく飲んでる体でそうですだけどお酒飲めないからこそお酒トラブルが起きないわけですよね,そうですね期間中にうん 今日、ゴーさんと話してみて、ゴーさんはどんな印象ですか。あの、声がいいですね。あ、ありがとうございます。<laughs> 意外なとこ褒められた。うん、声がまろやか。あ、ありがとうございます。うん、私、声が。うん、あの、喋ってる声、ま好きじゃないんですね。それ、ずっと言ってますよね。うん。うん、あと。 なんか気をつければやなんとかなるんですけどやっぱりトークになっちゃうとか素が出ちゃうんで、うん、あれなんですけど喋、うん、り方も、うん、好きじゃないんですよねそれこそね昔は東証とかも来たみたいな話がね書いてましたよねあの言葉遣いがどうなのかみたいなあそう,そうです、ねうん、よくまあ調べておりますわね <laughs> それもそうだし,そのしゃ声とかも引っかかるし そうですね。うん、あんまりしゃ、そう、とか喋り方を直せばいいんだけど。うん、難しいですね、うん。でもなんかね、喋り苦手って言ってましたけど。やっぱりちゃんと深くまでこうやって話聞いてみると。面白いですよ。面白いですか。間違いなく。そうですか。そう。 あの知らない部分が出てきました。僕の知らない鈴木キラランが出てきた。あ、どどんなとこでしたか。そのいやこの意外な強さの部分がかなり僕つぼに入った。あそうですか。うん。え強いかな強いんだね。強い。うん。自分を失わない感じの。うん失いたくないよねだって一回しかない人生なのでね。うんねあの時代の芸能界をね。 生き抜きながら、この揺らがなさはすごいですよ。本。と素直に思います。そうですか。うん、ま確かに変なになってく人もね、いますからね。なんなどうってどんなっちゃうの、本当謎ですよね。<laughs> まあねでも、そう、じゃ、一個思ったのは、うん、やっぱりこう人に依存しちゃいけないって。うんうん 人に依存するとろくなことないなってそういうのはありますよねまあねその人も受け沈みありますからねはいだからそういった意味でやっぱうちの母節子の人様は人様うちはうちっていうそんな教育が強かったかもしれないお母さんのねおかげではいもっと比べられるってことがなかった うん私絶対子供の頃とかねどうしたってよその家と比べたりとかしちゃうじゃないですか。なあったからた分うちはなんでこうなんだとか言ったとは思うんですけど貧乏だったたたみいいな言方ししてまもんねそんなにね裕福ではなかったしそれかお母さんの教育でそうだったのか例えば、リカちゃん人形のゆったりさんが欲しいんだとか

あので子供たちに絵を教える先生もやってたりして、うん、でやっぱ絵ってやっぱその子の個性が如実に出るんですね、うん、だから絶対にその子たちの絵を否定したこともないから、うん、やっぱりその個性みたいなものはま否定しなかったですね我が子も当然そう、うん、だからめちゃくちゃに描いた絵とかでもすごく褒められたこともあったしうん、うん ただ本を読まないってことでめちゃめちゃ怒られたのと,あとなんか後ろに般若の絵がプリントされてる T シャツ買っていった時もめちゃくちゃすか、美的センスとして許せななかかかったんんですかね <laughs> なんかこんなものに心を寄せるなんて、うん、お前の心が般若になってる証拠だっつって襟とか結構買ったじゃないですか <laughs> T シャツ、えーえー、全部もう縦に全部切り刻まれて。えーうん 手で,で,ですか修学旅行のお土産がなんかじゃなくてすげえすげえ力だなハンニャプリントハンニャプリン T シャツ買ってきたばっかりなのにベリベリになっちゃって <laughs> お母さんすごい怪力なんですけど、うん、いやいい話いろいろ聞けましたよ <laughs> よかったですあえて <laughs> そんなわけでそろそろお時間です

はい、明日26日に、うんえー「オールタイムベスト」<お>「Yesterday&Today」トゥデイという、うんえー、35周年を記念したベストアルバムが出ます。<お>でシングルカットの中から、うん、か,かつてのシングルカットの中から何曲か2 0十七1 8年から歌手活動をして配信した曲も入って。 であとはあのデビューする前にプロモーション CD として関係者だけに配られた、うん、ちょっと恥ずかしい私が10代の時に歌っている洋楽のカバー曲も入っていたりたい <laughs> あとはあの先日7月5日に配信されたんですが、うんえー、堤恭平先生の未発表曲が新曲として入っていたり、うん、であと明日、えー アルバムと同時に配信になるんですけども「うん、レインという全部英語の曲と、うん、あとは最後に「明日またね」っていう曲が、えー、8月に配信になりますけど、うん、明日の発売のアルバムには入ってます<ー>そういわゆる川原大先生の,、うん、<laughs> あの新曲が入っております、うん、なるほど、はい、そしてね「サブスク」も多分解禁はまだ当分なさそうだから晩買った方がいいんじゃないかなって感じですかねそうですね <laughs>、はい 了解です。僕も買います。<laughs> 持ってくるよね、<laughs> 普通ね。普通持ってくるよね。<laughs> うん、忘れちゃったんで、ね、大丈夫です。送ります送ります問題ないですよ。すぐ買います。<laughs> その本日はどうもありがとうございました。次回は8月1日火曜日20時からで、ゲストは二平優香さんです。はい、お疲れ様でした。